こんにちは、サグルです。今回は前回から引き続き円の図のゆかりのお寺に行きたいと思います。今回お伺いするお寺は2つ、どちらも鬼とゆかりのあるお寺です。では参りましょう。まずは修験道の振り返りから。修験道とは厳しい山奥で修行を行い、そして原力を得て人々の救済を目指す。原力って一体何なんでしょうか。霊剣を表しうる能力。いまいちピンとこない。霊剣とは神仏が示す神秘的な体験やご利益。まあざっくりですが、自分が得た力によって人々を助けようという意味だと、なんとなく理解。では話は奈良時代のあたりへ。修験道を開いたとされる円の図ぬ、世に広めるためにも多くの仲間、修験者や賛同者が必要だったと思われます。悪行を働いた者でも改心すれば仲間に加えたと言われています。ある時、滝で修行するオズムのもとにのお告げがおります。悪行を働く鬼を改心させよと。まずオズムが鬼の住む山で行ったことは、鬼の子を呪術で隠すということでした。鬼といえども我が子がいなくなれば動揺します。なぜオズムはそのようなことを。子鬼を探し回る鬼にオズヌはこう告げます。子供が心配であろう。でもそれは狂ってきた子の親も同じ気持ち。こう思うのであれば悪行をやめよと。オズヌの言葉で鬼は改心し、人を食うのをやめたと言われています。その後オズヌは両鬼を前期後期として名前を付け、自分に仕えさせたと言われています。そして現在、生駒市強光寺にオズヌと鬼の関係するものが残されています。こちらのお寺も縁の行者が開いたと言われています。そして弘法大師もこちらで修行したとも。以前はかなり大きなお寺だったようですが、現在は無人の小さなお寺でした。無人とはいえ荒れてる様子はなく、大変整備されたお寺です。お堂を取り囲むような形で石仏、石塔、祠などがありました。そしてこちら並ぶお地蔵様の先に、今回のお目当ての石仏がありました。円の行者の像です。そしてその下に、多少劣化が進んで見にくいですが、前期後期の姿。このような過去のものを見ると、古の時代から続く時の流れ、その中に繰り返される伝承伝説、昔のいろんなさまざまな時節が今とつながっているような気持ちになります。では次のお寺へ。強光寺からさほど遠くない場所にこちらのお寺はあります。室町時代にはこの辺り鬼取村と言われていたそうです。この場所が現在の隔離地となります。鬼を捕らえるという意味が転じてできた鬼取。この名前は現在も息づいています。鬼取山近く、この辺りを鬼取町と言います。こちらが現在の鬼取山隔離地。本堂の周りはお地蔵様が少しあるだけで、過去を示すものはほとんどない感じでしたが、裏山の上に、いかがでしたか。円の図のゆかりのお寺、今後もいろんなお寺で
円の図の逸話とかそういう話が聞けるかもわかりません。またその時は新たな伝説としてお伝えすると思います。それではまた。I over you, bird.